で、後でこれ動画でアップロードしますけども、こういうふうにね、ずっとぐるぐる回ってサイバー攻撃されといるで、えー、久本市長、神戸市議、えー、神戸市会の、えー、神戸市長の久本という男と、えー、表権機会と表県知事についてということで、えー、まあ、スマ海岸だとか、いろんなところの乱開発、えー、あとは愛圭介が、 新行為までの間を撮影して、えー、住宅作りすぎてる証拠っていうものを世間に開示して、高島綾ルート宛てで郵送して、条例が出来上がっている。なのに、この久本という男たちがしてきたのを、まるで自分たちが良いことを行ったかのような手柄に変えて、テレビは放送していた。で、それを今アップロードしようとしたら、 こういうふうに止められる。これがこの今の社会の実情。とんでもない横領事件。1億や2億じゃないよ、本当に。<laughs> 全員給与返納。で、三振と以内の請求で差し押さえ、土地建物、車。もうそれせんかったら無理や。この世の中。 実例、えー、しっかりと議員の,その何がして良くて何がしたら悪いかっていう実例っていうのをしっかりと作らなかったら無理や次から次から出てくる議員が票欲しさに結局国のお金を次々次々ですけど建設業界とか医療機関とかにお金回してで票集めしよう無理やこんな社会横領だらけや